皆さんが知らず知らずのうちにやっている、やってはいけない年収アップ交渉について解説します。一つ目、希望をはっきり伝えない。ダメな理由は言わないと伝わらないからです。あなた以上にあなたの報酬のことを真剣に考えている人はいません。忖度を期待するのはほどほどにして、希望額は何々万円です。短く堂々と伝えましょう。二つ目、いけてない根拠を使う。 ダメな理由は幼稚だと思われるからです。努力、姿勢、自分以外の特定個人、自己中心的な理由、これはいけてない根拠です。報酬アップの根拠になり得るいけてる根拠は、ズバリ成果しかありません。成果をアピールするときは必ず具体的に、数字と固有名詞を使って主張しましょう。三つ目、脅す。ダメな理由は信用を失うからです。基本給を上げてくれないなら、残業時間を増やしますけど、いいですよね。給料上がらないなら、この仕事は引き受けません。このスタイルで損するのは皆さんです。 自分ごとに集中してとことんやりきる。主張すべきことは主張すべき時にはっきり言う。それでも伝わらなければ場所や相手を変える。わざわざ脅すような言葉を口にする必要はありません。やってはいけないことをやらないだけで収入アップを実現する可能性は広がっていきます。基本をしっかり押さえて、ぜひ収入アップを勝ち取ってください。